い、皆さんどうも、橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、ストラヴィンスキーバレエ音楽春の祭典、今日から第2部の解説に入ります。第2部は何といっても外せないのが終盤に出てくる変拍子のオンパレードなんですけれども、前半部分のプルートによって演奏する箇所としない箇所が出てきますので、どこを演奏するのかしないのかを重点的に見ていきますし、特殊な奏法も随所に出てきますので、どのポジションで演奏したらいいのかもたっぷりと解説を行っていきたいと思います。1回目の今日は冒頭から練習番号91番手前までを解説していきます。冒頭練習番号79番はアルコ、シュボンビコール48とかなりゆっくりしたテンポになります。で、冒頭からミュートつけた状態で演奏しますので、付き忘れることないように注意していただきたいと思います。で、ベースは4分の4拍子になります。2小節目から入りますが、楽譜をご覧いただきますと、音符上に丸の表記があります。これはどういうことかと言いますと、すべての音を軽く触れて鳴らすという指示になります。で、したがって3拍目のアーなんですけれども、アー線で軽く触れる、こちらのアーで軽く触れて鳴らすという指示になっています。で、4拍目で A とハーで B 字で分かりますが、下のバートから説明しますと、で、A も丸がついていますので、 A 線の軽く触れる部分で鳴らすという指示になりますし、上のパートもハーを軽く触れて鳴らすという指示になっていますので、親指ポジションを使って鳴らせるハー、もしくは第4ポジションって位置で軽く触れるこちらのハーのどちらかを鳴らして弾いていただきたいと思います。続いて練習番号80番1小節前、まずポジションを説明していきます。ここはもう第1ポジションを使ってまとめて取っていただきたいと思います。 D を開放で、 A、F、ハーを1、2、4と取って、で、次の D と R は D を開放で、 R を1でまとめて取っていただきます。そしてここはディリーチの表記がありませんので、 D と A を両方とも鳴らすという指示になります。ボイングはメゾフォーテからディメントになっていますので、一指で弾いていただいても構いませんし、少し持たないと感じるのであれば途中で返していただいても構いません。で、81番も同じ形で弾くんですけれども、ここは帯の長さは短くなっていますので、ここはできるだけダウン一指で弾いていただきたいと思います。82番も同様にメゾフォルテ、ディミネント、ピアニッシモでもありますので、ここもできるだけダウン一読みで弾いていただきたいと思います。84番から先はボーイングを説明していきます。 F、ゲス、F、このスラーはダウン。で、4分の2拍子になりました次の小節はゲス、F、これをアップで弾いていただきたいと思います。このような形ですね。で、85番2小節目からも同じ形が出てくるんですけれども、音はエイス、フィス、エイスになっていますので、実質84番のこの F、ゲス、F と同じ音になります。したがってボイも同じ形でダウンアップ、最後のフィス、エイスもアップ、このように弾いていただきたいと思います。続いて練習番号87番から、ここからセンザソールとミュートを外すシーンになります。忘れないように注意してください。ここは3つのパートに分かれていますので、プルートごとに分かれていただいても構いませんし、あるいは前から座っている順番で上、真ん中、下、上、真ん中、下と1人ずつ分けていただいても構いません。そして3つのパートすべてフラジオレットで鳴らすというシーンになります。で、ここは下のパートから説明していきます。で、下のパートは D をフラジオレットで鳴らすというシーンになっていますので、ここは D 線のこの第6ポジションの軽く触れるこの D、こちらで鳴らしていただきたいと思います。で、真ん中のパートなんですけれども、楽譜をご覧いただきますと3つの音があります。これは書いてある音を全て鳴らすという意味ではなくて、一番下は鳴らす開放の弦で、真ん中は触れる場所で、上の音が実際に触れて鳴らす音になりますので、これはリスを鳴らすという意味になります。したがってこれは A 線を使ってリスの場所を軽く触れて上のリスを鳴らすという指示になります。こちらで鳴らすという意味になります、はい。そして、チューニングで使用しているフラジオレットに比べて非常になりにくい音になりますので、楽譜上はピアニッシモと書いてあるんですけれども、同じテンションで鳴らしてしまうと、もうほとんどかすかにした音になってくれませんので、もう気持ちはもうメゾピアノぐらいで構いませんので、駒寄りを演奏して音がかすれることがないように注意していただきたいと。そして上のパートも同じ要領で、バー線を使ってチスの場所を軽く触れて実際このチスの音を鳴らすという指示になります。やってみますと、上
上のパートはこのような形となります。最後にもう一度3つのパートを下から演奏します。まず下のパート、真ん中のパートで、上のパート、それぞれこのようなポジションとなります。練習番号90番4小節間を説明しています。でここから再びミュートをつける式になっていますので忘れないように注意してください。でもう一点注意していただきたいのは、楽譜をご覧いただきますと2ソリタチェットという表記があります。ここはソロ2人が休みというシーンになっていますので、この4小節間は2プルトから後ろのパートのみの演奏箇所になります。したがって1プルトのみこの4小節間はお休みになりますので、間違って演奏しないように注意してください。リビーチとなっていますが、音は全く同じになっていますので、ボーイングを説明していきます。ここはもうシンプルにダウンから入っての弓順で弾いていただいて構いません。最初から弾きますと、もうポジションは全てハーフポジションでまとめて取れる形になります。次もダウン、最後はアップ、シンプルにダウンから入っても弓順で弾いていただいて構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。練習番号87番からのフラジオレットの3パートなんですけれども、上のパートと真ん中のパートのフラジオレットはチューニングで使用しているものよりはかなり鳴りにくいものになりますので、実践練習でどうしても音が鳴らずに自信がないという方は比較的鳴りやすい下のパートを優先して弾いていただいても構いませんので、最終的にはパート内の技術に応じてどのパートを弾くのかを決めていただけたらと思います。今日の動画はここまでとなります。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた次回。